お越しいただきましてありがとうございます。いや、それにしても今日はあの台風接近に伴いまして大変風が強いですね。あの普段から風が強い球場ではありますが、あの今日は一段と風が強いので皆さん十分お気をつけください。あの試合中よくねビニール袋が舞っちゃってあの大変なことになったりしますので、あのくれぐれも大事なものはもちろんゴミなんかもね、あの飛んでしまうと試合が止まってしまったりということもありますので、十分お気をつけください。さあ、ボールパークステージは風に負けずに元気にお送りしていきたいと思います。この時間は、まず今日のイベント情報を皆さんにお伝えするボールパークステージオープニングのコーナーです。早速今日も M スプラッシュメンバー1名呼んでみたいと思います。今日は M スプラッシュからなるみどうぞ。拍手でお迎えください。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では改めて自己紹介お願いします。はい、約1ヶ月ぶりの登場となりました。はい、なるみです、お願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今日はなるみと一緒にお送りしていきます。前回なるみに来てもらったの7月の8日だったかな、はい、ということで、はい、その時はこう夏といえばなんていう話をしたんですけど、はい、もう9月に入っちゃいまして、何かこうなるみは最近ハマってることとか、はい、なんかそういうのってある？そうですね、うん、あのプロフィールにも書いてあるんですけど、うん、バンジージャンプは5月にやりまして、この前話してくれたよね。はい、でバク転なんですが、うん、今練習中です。バク転練習中なの、はい、具体的に、はい、通い始めました。すごい、はい、なんかレッスンみたいなの受けてるの？そうですね、はい。どんな風にバク転って練習するものなの？最初は、うん、マットの上で先生が持って、うん、あ、こうやって持ちながらやってくれるんだ、はい、くれるんですけど、うん、すごいね、風ね。今はもう腰に紐をつけて、うん、紐つけて、はい、でなんか上がこう何ローラークになってる、うん、あ、つってもらうんだ、はい、で先生がこっちから引っ張って、うん、私がこう飛ぶみたいな、じゃあそのロープをつけた状態だったら、はい、自分でできる？できます。すごいですね、はい、ちなみにそこに至るまでってどのぐらい回数だったり時間ってかかったの？もう初めてやった時にもうそれに行きました。そうなの、はい、じゃあセンスあるんじゃない、もしかして？ありますかね。でもなんか新体操やってたので、うん、そのアクロバットに対する恐怖心みたいなのはそうだよ、ね、あんまりないかもしれない。恐怖心が多分一番ね、はい、そこを克服するのが大変なんだよね、はい、きっとね。それは何、一人でレッスン通ってるの？ゆいとななみと行ってます。ゆいとななみとレッスン行ってるんだ、はい、ちなみにそのメンバーの中だと誰が一番完成に近いですか？あ、私です。お、すごいそうなのね。じゃあいつか、はい、このなるみのパフォーマンスの中で、はい、バク転が見られる日は来るんですかね？どうですかね、ちょっと待っとないと怖いそうだよね、やっぱりなかなかね、はい、じゃあそれまでちょっと技を磨いて、はい、皆さんの前でもいつかお見せできるといいですね、はいはい。あともう一つちょっとなるみに聞きたいんだけど、はい、ご存知ですかね、皆さん、なるみといえば美味しいサラダを作るのがすごい得意なんですね、はいはい。最近のこうサラダ事情はどうですか？最近のサラダ事情変わらずなんですけど、はいはい、ちょっと食べ物の趣味というかに変化がありまして。何でしょう？卵焼きに最近ハマっています。卵焼き、はい、なんでまた卵焼きなんですか？なんかいつも、うん、なんかスクランブルエッグしか作れなくてお料理はあんまり全然しない。あ、私も苦手なんですけど、はい、作るんだったら食べなくていいかなぐらいの感じなんですけど。それ究極ですね、はい。で最近今までスクランブルエッグ、はい、作れたんだね、はい。でそしてある日、うん、ちょっと巻いてみようって思ったふと思ったんだ、はい。で巻いてみたら、うん、全然できなくて、巻くことが、この返すことが、巻くことが、うんうん、で、こんな難しいんだって思って面白いね、本当に。でそこから、そこからなんか主婦の方だったり、うんうん、あと築地にいるプロの方だったりの YouTube を、うん、YouTube を見て、めちゃめちゃ見て、うんうん、あ、こうやって巻くんだっていうのをお母さんに教えてもらわず、あ、お母さんではなく、はい、YouTube を見て、はい、へえ。で、うん、毎日のように作って、うんうん、アスカに味見をしてもらうという、ここに持ってきて、はい、球場に持ってきてアスカに食べてもらうんだ、はいはい。ちなみにアスカの評価はどうでした？あ、なめたけが入った卵焼きを美味しいって言ってくれました。あ、いいですね、はい。やっぱりね、はい、いろいろサラダにいろんなものを乗っけてるだけあるよね、アイディアがね。だし巻きだとちょっとなんかしょっぱくなっちゃって、しょっぱいって言われました。加減が難しそうだよね、だし巻きはね。じゃあ今最近ハマってるのは卵焼き作り、はい、はい。あ、いいですね、はい。じゃあ将来はね、お母さんに卵屋さんになればって言われて卵焼き屋さんいいかもね。いいですかね、バク転もできる卵焼き屋さん。いいですね、いいですね、はい。ちょっ
と期待したいと思います。ありがとうございます。もう相変わらずこうネタには事欠かない並みですけど、まあちょっとね、あの最後にビシッと、はい、まあ、もう9月に入ってしまいました。シーズンも残り少なくなってますが、はい、ここで改めてこう今の成海のね、こう決意だったり意気込みを聞かせてもらっていいですか。はいはい、もう優勝 したいっていう、うん、もうそれだけなんですけど、うんうん、まずは3位 A クラスに入れるように、私たちも全力で応援するパフォーマンスをして、皆さんと一緒に応援頑張っていきたいと思います。はい、はい、もう本当9月に入るとなんか途端にちょっとね、夏休み終わって寂しい感じになっちゃうんですけど、はいはい、元気に今日もね応援していきましょう。はい、皆さん後半戦もねよろしくお願いします。お願いします。ではここから